広島大学放射光科学研究センターは、放射光を用いた学術研究と放射光科学分野の人材の育成を行うことを目的で、平成8年度に発足した放射光実験施設です。平成22年には我が国独自の研究体制である共同利用・共同研究拠点に認定され、放射光を用いた物質化学研究と恵まれた研究・教育環境を生かした人材育成を進める拠点として、国内外の大学や研究機関などの研究者に開かれた研究センターとなっています。これはシンクロトロン放射光です。光の速度で飛行する電子の向きを磁力で変えてやると、進行方向に強い光を放射します。この光が放射光です。放射光は赤外線から X 線までの広い波長範囲の光を含み、従来の光源に比べ数万から数億倍以上も明るいのが特徴です。そのため科学者の間では夢の光と呼ばれてきました。広島大学放射光科学研究センターは、日常的な教育研究の中で利用しやすいように広島大学の敷地内に併設されています。これは研究棟です。中央に見えるのが放射光実験棟、入射用マイクロトロンおよび制御室などがある建物です。ここは制御室です。放射光発生装置の制御はコンピュータを使って行います。入射機室に入ると左手にマイクロトロンがあります。マイクロトロンは高エネルギーの電子を発生します。加速された電子はパイプの中を輸送されます。マイクロトロンから出射された電子は、この輸送系を通って放射光を発生する電子蓄積リングに導かれます。ここが電子蓄積リングのある光源ホールです。蓄積リングはレーストラック型をしています。その両端には180度偏光電磁石、直線部には2種類のアンジュレーターがあります。電子蓄積リングの周辺には特定の波長の放射光を精度よく取り出すためのビームラインと呼ばれる光学システムがあり、研究者が希望する波長の放射光をビームライン末端の実験装置内に集光することができます。当センターのビームラインおよび末端の実験装置は、チームのメンバーである教職員や学生により研究の目的に合わせて独自に設計・製作されました。広島大学放射光科学研究センターでは、放射光を用いて物質の電子の運動を精密に観測する技術の開発と、先端計測機器を活用した物質化学研究が行われています。これは装置全体が回転することで放射光の変更を利用することができる新しい装置です。この装置を用いると特定の電子の運動の状態を強調して非常に高精度に観測することができます。
回転型の高電子分光装置は国際的にも非常に珍しく、国内外から数多くの共同研究者が訪れ、従来の装置ではできなかったような世界最先端の研究が行われています。最近では高温超伝導体のように次世代の省エネルギー材料として期待される物質の性質がこの装置を用いて次々に解明されています。これは電子のスピンを計測することのできる装置です。電子のスピンは電子の自転に対応し、磁石の性質を発現する源になっています。私たちはスピンを検出する新しい技術を開発し、従来の100倍の解像度でスピンを検出できる技術を開発しました。そのためこの装置は世界トップの性能を持っています。私たちはこの装置を用いて今までにない高機能材料の研究開発に役立っています。将来的には省エネルギー化を促進させる新しいテクノロジーの礎となることが期待されます。またこの装置を使いに国内だけでなく国外の多くの研究者が来られています。当センターでは毎年世界中の著名な研究者や学生が一堂に会し、最先端の研究報告を行う広島放射光国際シンポジウムを開催しています。毎年多くの学生や若手研究者がシンポジウムに参加し、研究成果を発表しています。But I think the most impressive thing about this meeting is this poster session where so many young people have put up such beautiful work, all done at this facility here. Yeah, I think that this workshop is very interesting and great. I guess it has two main functions. The first function is the sharing of experience on the synchrotron radiation techniques, and especially introduction of the most modern achievements in the field of high resolution spectroscopy and spin resolution spectroscopy and overview of the modern experiments. And I guess the second function is also very important, is educational functions for the students and this transfer of knowledge to the younger generation. So I think this is really, really great and amazing. Today this symposium, I think, is a very good chance for me, a student, is a very good chance to learn many things and communicate with other scientists. For example, Dr. Xiaoyu from Switzerland, and he was the student in our BIM 9, BIM HISO BR 1. So yeah. In one case, I can learn many things from the speakers, and the other side, it encourages me a lot, and I believe I can do more good work here. Yeah. 広島放射光国際シンポジウムはセンターでの共同利用、共同研究の成果の発表を通して。学生や若手研究者が国内外の著名な研究者と直に話をして、互いに情報を交換できる貴重な学術交流の場として活用されています。広島大学放射光科学研究センターでは、多くの学生や若手研究者が日常的に放射光を活用した独自の研究に取り組んでいます。国際共同研究にも積極的に参加し、海外の学生や研究者との交流を通して互いの文化を学び、グローバルに活躍できる力を養っています。海外の大学からの先端科学技術に関する国際研修を受け入れ、海外の若い人の人材育成に貢献しています。国際共同研究で来られている海外の研究者や教育研究のために招いた
著名研究者による講義やセミナーを開講し、さらに海外の著名な研究者から直に研究指導を受ける機会を提供するなど、国際的な環境で放射光化学の最前線を学ぶ環境を提供しています。広島大学放射光化学研究センターでは毎年多数の実験課題が実施されており、国内外のユーザーによる研究と並行して卒業研究、実習や学位研究などが進められ、多くの若手研究者、技術者が国際社会に飛び立ち活躍しています。毎年700名以上の中高生が総合学習などの授業の一環としてセンターの見学に訪れます。放射光源や大規模な実験装置を間近に見て驚きと感動を持ち、先端科学技術に興味を抱く子どもたちがたくさんいます。学校での理科の授業と滑らかにつながるように先端科学を分かりやすく解説し、理解を助け、好奇心を刺激する実験などを工夫しています。広島大学には教員志望の学生がたくさんいます。このような機会は彼らにとっても良い経験のできる場として役立てられています。また教育の目的に合わせた魅力的な教育プログラムの提供もしています。見学に訪れた生徒の皆さんがここでの体験を生かして近い将来さまざまな分野で活躍することを期待しています。広島大学放射光化学研究センターは国内外の研究者とともに人類の共通の課題に取り組み、優れた人材の育成を通して人類社会に貢献していきます。